らんないなってすごくいつもいつも思って、心が重い状態でした。で、仕事をフルタイムで仕事をして子供2人を育てて、で夫っていうのは全然うちのことに構わないので、なんか日々家事とか仕事とかうちのこと、とか子育てとか全部自分で背負ってる気になって、すごく毎日苦しい思いがずっと続いていました。で断捨離に出会ったのは、そういうなんか悶々とした状態の時に何をやっても片付かないんだけど、この断捨離って何だろうっていうところから始まりました。言葉はよく知っていたんですけども、内容が何にもわからなかったんですね。でスマホをいじっている時に、その断捨離の PR か広告かなんかが出てきて、メルマガをなんとなく毎日読むようになりました。で、ある時そのメルマガかお知らせで、山下秀子の1日セミナーがありますよっていうお知らせが来まして、当日もう東京都内であったんですけれども、当時はもう子育てに追われていたりして、神奈川ってもうお隣の県なんですけど、都内に20年ぐらい出たことなかったんですね。もう自分の住まいのエリアの中だけで暮らすような、ずっとそういう暮らしをしてきたので、もう本当に勇気を振り絞る感じで、その都内の一日セミナーっていうのに出かけました。そこで初めて山下秀子本人に会いました。で、その一日セミナーは断捨離知らない方とか初心者向けの講座だったんですけども、歌い文句が、今日あなたがここに来たらもう途中から帰って片付けたくてしょうがなくなるっていう、そういうセミナーの歌い文句だったんですけれども、もう話を聞いててもさっぱりわかんないんですね。で、途中から帰りたくもならないし、ちょっと自分は頭があんまり良くないのかな、おバカかなって思ったぐらいでした。で、ちょっと打ちひしがれて帰ってきたんですけれども、なぜかそこでもう断捨離もいいやってならなかったんですね。なぜかって後で考えると、そこで山下秀子が言った一言が心にふっと引っかかったんですね。それは片付けられないのはあなたが悪いからじゃない、物が多いだけだって、そういうふうに言ったんですね。で、その聞いた時は何言ってんだろう、こんなに散らかしてこんなに物を増やしたのは自分なのに悪くないんだろうかみたいなことを思ってたんですが、なんとなくその言葉だけお土産にして、ただしそこからまた片付かない日々が続きました。でもなんだか断捨離っていうのは今までのそういう読んできたり見てきたりした片付けとは違うぞっていう気配をこう感じ取ったのか、そこから少しずつ断捨離の本を読んだりとか、どうやったらいいんだろうということを考え始めたんですね。で、山下秀子のセミナーに出てみたり、少しずつしていくうちに、そうか、いらないものを捨てれば片付くのかっていうことが少しずつ分かり始めてきました。それはもう山下秀子がいらないものを捨てていけばいいんですよってことは何回も聞いていたんですけども、頭がそういう頭になってなかったので全然こう引っかからなかったんですね。ただ実際に自分でじゃあ本当にいらないものを思い切って捨ててみようっていうところから始めていくうちに、だんだん物が減っていって、だんだん物に埋め尽くされていた地面がだん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 現れてきた、床が見えてきたっていう風に少しずつ変化してきました。で、その当時の片付けられなかったちょっと衝撃映像をここで一つお出ししようと思うんですけど、皆さんちょっとびっくりされると思いますが、ご覧ください。これが本当恥ずかしいんですけど、断捨離前のうちの食器棚です。すごいでしょ。で、この一番上、食器棚の上に乗っているのは夫が中国かどっかで買ってきた海賊版の大河ドラマの DVD かなんかですね。この左側はほっこりだらけの、もう子供が使わなくなったおもちゃが箱ごと置いてあって、ほっこりが積もってたりとか、もうとんでもない状態。
一番上の、あの段のこの辺にはなくしちゃいけない書類の封筒とかが入ってまして、この辺はもうわけわかんないですね。子どものお弁当箱とかなんだかんだが全部突っ込んであります。で、一応一通りの食器使ってたんですけれども、そこに自分が好きな食器だから使うとか何にもなかったり、ただあるからあるものを使っているだけ、いただき物だったらいただき物、なんか安かったものだから、どっかのドーナツショップでもらったものとか、そういうもの全部捨てるっていう気持ちがなかったので、全部突っ込んで一応全部一通り使ってました。ちょっとお見苦しいので戻しますね、という状態でした。で、ここからが私の断捨離のスタートでした。で、セミナーとか講座とか、まあ、お茶会とか少しずつ行き始めるようになると、同じように片付けらんないとか、もううちひどい状態だから見せらんないっていう方がいたり、断捨離は始めたものの、なんだろう、自分一人でやってて全然うまくいかないのよねっていう方、だんだんいろんな方のお仲間ができてきたんですね。で、そういう方と例えば LINE を交換したりとかして、日々こうやり取りをするようになっていくと、だんだんこう断捨離の輪が広がっていって、励ましながら、今日これだけ1個捨てたよとか、今日はもうなんか全然やる気が出なくてできなかったんだけどっていうと、誰かしらが大丈夫、明日やればいいよとか、じゃあ私もやるから今日1分だけ頑張ろう一緒にとかっていう励ましのこう言葉が皆さんからこういただけたりするんですね。で、そういうお仲間に出会うようになってからは、毎日細々となんですけれども、いらないものを捨てていくとか、ちょっと今日ここ綺麗になったよっていうのができるようになってきた、継続ができるようになってきたんですね。で、それを日々続けていくうちに、だんだん家の様子も変わってきて、で、断捨離の本を読んでても何言ってるかっていうのが少しずつ分かるようになってきたんですね。で、先ほどの食器棚が最終的に、こういう状態です。これがさっきご覧いただいたとんでもない、結局食器棚ごと断捨離しました。新しくなった食器棚の中身なんですけれども、で、引き出し開けるとこういう状態にまでなりました。こういう感じですね。あちこち家の様子も変わってきたんですけども、ここまでに至るまでに約2年ぐらいですね。2年ぐらい物が入れ替わると、空間の木っていうのかな、空気というか雰囲気がどんどん変わってくるんですね。で、それまでそのこう家にいてもなんとなく重たい感じ、うちにいてもなんか疲れが取れないわっていう感じがなくなってきて、こう自分が座っている場所ですね、ダイニングのテーブルとかソファに座ってても、すごく空気が軽くなってきたんですね。で、同時にもう本当にものすごい量のものを溜め込んでいたのが、その自分一人が子育てをやっていたとか、仕事とか家事とか全部一人でやっていたっていう、こうやらされ感とか、その全然うちのことを顧みない夫に対する怒りを物で溜め込んでた。この物の溜め込みは自分の怒りの証拠品だったんだみたいなことが自分で実感として分かってきました。やっぱり物をどん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 、いらないものを捨てていくうちに、なんだかもうどうでもいいなってきて、まあ、夫は夫で別に、夫に対してこうしてほしいのにとか、なんでやってくれないのっていう気持ちがすっごく満載だったんですが、そこはもういいと。で、自分がやっぱりご機嫌でいられる空間を自分でこの手で整えてこられたんだっていうことがすごく一つ自信になって、そしてなんか自分の、そうか、自分の機嫌っていうのは自分で取ればいいんだ、自分がご機嫌でいればなんかいいんだ、毎日なんか暗い気持ちとか重たい気持ちを背負ってる必要なんか何もないんだ、大っぴらには言えないような、その夫が家庭を顧みなかった、あれもこれもこれもっていう、いろいろ夫に対する恨み、つらみみたいなのがあったんですけども、まあ、そこがなくな
で、現在なんですけれども、私が断捨離トレーナーなんて、過去の、不埒な悪行三昧を、ひょっとしたらうっかり打ち負けて喋ってしまうかもしれないって言ったら、当の本人、夫ですけど、別にいいんじゃないのってゲラゲラ笑ってましたけど、そんな感じに家の中の家族関係とか、そういう空気も変わってきました。で、今、断捨離をお一人でやってらっしゃる方も、今ちょっとこの世間のこういう情勢ですけれども、落ち着きましたら、茶話会出られたり、お茶会ですね、お茶会に出られたりとか、あとはこういう感じで、ズームでご一緒にお話ししたりとか、仲間ができてきますと、断捨離もどんどん進んできますので、ぜひこれからもご一緒に断捨離を進めていってください。で私もこれからトレーナーとしてこの LINE でお話ししたり、メールでやり取りしたりっていうところ、実際のお茶会をやってみたり、セミナーをやってみたりということで、皆さんにどんどんお会いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。神奈川の茅ヶ崎、海辺に住んでおりますけど、もうどこまででも飛んでまいりますので、ぜひ今度は生でお会いできることを楽しみにしております。今日はお話を聞きくださいましてありがとうございました。 YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。